村山人志は、日本の物理学者。専門は素粒子理論。東京大学かぶりかずもの連携宇宙、研究機構初代機構長。リニアコライダーコラボレーション副ディレクター。日本とアメリカを行き来しつつ活動している。2005年5月26日、黒板の前で解説。幼少の頃は、かなりの病弱で、学校を休むことが多かったが、家で体調が良い時は勉強し、 その中で寝ながらでも勉強していたという、算数、数学の世界に引き込まれ、小学2.3年の時点で微分、積分に手をつけた。国際キリスト教大学高等学校を卒業後、東京大学理学部に入学し、素粒子物理学を専攻、東北大学助手の後に渡米、現在、カリフォルニア大学バークレー校マッカダムズ館教授、2018年までは、 東京大学かぶりかずもの連携宇宙研究機構機構長であった。主な研究分野は超対称性理論、ニュートリノなどである。気さくな人柄で知られる。メディアにもよく T シャツ姿で登場する。趣味は自転車、コントラバス。学生時代には東京大学音楽部管弦楽団に所属しており、授業措置の手で朝早くに登校して、翌日が 休みの日であれば夜中近くまでひたすらコントラバスの練習に明け暮れていたという。また、学生時代は前日のように、かなりの病弱であり、まともに机に座ることもできない時もあるなど、勉強もままならなかったという。2007年11月、ワークショップにて、宇宙の謎、六次元気科学が暗黒を解き明かすか引く、朝日新聞グローブ式辞、告示集、 平成20年度入学式祝辞東京大学 ICU 高校に宇宙人来集。物理学者、村山ひとしさん愛くずに帰省かぶり財団会長、及び村山、東大宇宙研究機構長の表敬首相官邸、ボルフガング・ポール・レクチャー2016、とし村山。ありがとうございます。